それでは引き続きまして武藤敬司選手ファイナルカウントダウンシリーズの初戦となりますプロレスラブフォーエバーワンザファイナルカウントダウン7月16日日本武道館大会のカードが決定いたしました。こちらです。シングルマッチ武藤敬司 VS 清宮海斗です。それではここで対戦相手の清宮海斗選手の登場です。7月16日日本武道館大会でこのお二方のカードが決定いたしました。ではまず武藤選手、初戦この相手が清宮選手ということになりましたけれども、この試合について、一言コメントをお願いします。先ほどの質問の延長になっちゃうかもしれないけど、引退を発表してからですね、すこぶる心体軽くなりましてですね、ちょっと原因だったこの、ね、痛みとかもなんか気のせいか調子よくなっちゃったような気がして、コンディション的には、去年 GHC のベルトを取った塩崎戦の時のコンディションよりいいぐらいだと思うよな。逆に清宮ね、これ清宮多分これもう最初でもう最後だから、これきっとこれで俺勝って終わったら彼まだプロレス人生長いわけであって、ずっと武藤敬司の亡霊に取り憑かれてしまうんじゃないかと、逆に俺清宮の心配してますよ。以上です。はい、それを受けて清宮選手いかがでしょう。ずっと武藤さんを追いかけてきました。過去3度シングルをやらせていただいて、勝てはしなかったですが引き分けというところまで進んでこれて、その中で武藤さんのプロレスに対する試合に対するこだわりとか相手選手へのリスペクトとか、もうプロレスに対する武藤さんの愛を感じてきました。俺は武藤さんの愛を、プロレスに対するこの愛情をこれからもずっと残していきたいと思ってます。7月の日本武道館で引き分けの先に進みます。皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それではマスコミの皆さん、ご質問の方をお願いいたします。どうぞ。プロレス格闘技ダイスの平木です。清宮さんに伺いたいんですが、今武藤さんから武藤敬司の亡霊に悩まされ続けるんじゃないか、心配しているぞという声がありましたけれども、それを受けてどのような思いでしょうか。もうここに来るまで本当に武藤さんのことはずっと研究してきたので、この今までやってきたことを全部日本武道館で見せます。まあ、過去を参戦して2敗1分けという状態ですけれども、その過去と比べて成長した点などありましたら教えていただきたいんですが。そうですね、成長してるかっていうのはでもお客さんがこう見ていただいて決めていただけることだと思うので、あの日本武道館という舞台でたくさんのお客さんに見に来ていただきたいと思います。武藤さんにも伺いたいんですけれども、この試合を通じて何か清宮選手に伝えたいことみたいなことがあったら教えていただきたいんですけれども。いや別に、
自信があるから今さっき言った通り、本当負けたらお前どうすんの、 俺遠慮しないよ、うんうんうん、心して、うん、かかってきてくださいと。その先ほど一引き分けっていう部分がね、ちょっと自信につながってるようなことを言ってんだけど、あれは30分の中の引き分けであって35分あったら俺が勝ってたっていう試合だからね、うんうん、まあ当日心してかかってきてくださいと。まあ、かつては清宮さんを息子に例えたりしたようなこともありましたけれども、最近の清宮選手動向をチェックされたりとかして感じるところって何かあったりされますか？なんかまだね、迷ってたりもなんか感じたりしますよ、うんうん、まあまあ最後ね、俺と戦うことで何かまあ切り開くヒントにもなってくれれば、まあそれはそれで彼のためにもなるのかななんて思ったりもします。はい、ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいますか？はい、どうぞ。週刊プロレスの井上と申します。武藤選手にお伺いしたいんですけども、清宮選手のここは評価するという部分はどこでしょうか？いや、全体的に評価してますよ、うん、全体的にバランスいいし、うんうん、評価してますよ。彼と塩崎がやった試合、うん、あれ俺リングサイドで解説者として入ってたんですけど、すごいいい試合してましたよ。俺逆にあの試合を見て復帰っていうのを、ちょっと怪我で欠場してたからね、復帰っていうのを清宮の姿、まあ塩崎の姿もそうなんだけど、見て俺決めたんだもん、うん、なんていうのか、そのエネルギーをもらってですね、はい、分かりました。逆にここは直した方がいいとか見えている欠点というか、そういう部分はありますかね？逆にその器用貧乏だよな、うん、なんか一発バーンっていう本当に強い主張というかさ、そういうものがちょっと欠けてるんじゃないかという、うんうん、と思います。ありがとうございます。じゃ、今の言葉を聞いて清宮選手どういう気持ちになったか教えてください。日本武道館で絶対に見せたいと思います。ありがとうございます、はい、他にご質問のある方いらっしゃいますか？はい、どうぞ。質問なんですけれども、武藤選手に質問なんですけど、ちょっと改めて最初に対戦した時というか、初めてこう間近で試合を見た時の清宮選手、武藤さんに質問なんですけど、清宮選手の印象、最初の印象を覚えている範囲で教えていただきたいのと、その最初の印象から現在に至るまでこうどんな点が清宮選手成長しているなというふうに武藤さんから見て感じるかというのを教えていただけますか？いや、まあ最初は本当に息子と同じ年だからね、うん、やっぱりなんていうの、ちょっと感慨深い、ちょっとこうなんか気に留めてましたよ、うん、で対戦してるうちになんかある時からストーカーのようになんか追い回されるようになってですね、うんうん、まあまあその追い回されるっていうのが非常に心地よくてですね、うんうんうん、ただね、武道館で清宮に解釈されるつもりはないからな、うん、はい、逆に清宮選手にから見て武藤さんの存在っていうのは最初から今に至るまでの中でいろいろ変化していたと思うんですけど、どういうふうに変化していきましたか？やっぱり最初は大阪で武藤さんとタッグを組ませていただいたときに、本当にプロレス界のこう頂点にいる方と触れてその凄さを感じてみたいっていうのが最初の気持ちだったんですけど、そこから武藤さんと何度もこう試合をさせていただいた中で、もう本当に自分にこう雷が走るような衝撃があって、この凄さ何なんだろうっていうところをもうずっと追いかけてみたくなって、
そこから本当に悔しいけどでも試合は楽しい時もあってもうでもいろんなこうシングルマッチとか挫折とかもう武藤さんとの試合でこう思ったりとかいろいろあったんですけどやっぱり最終的にはこうさっきも言ったんですけど武藤さんの本当にプロレスに対する愛っていうのを一番感じてるので最後は本当にそこをこう自分がもっと感じたいなと思います。今武藤さんは解釈されるつもりはないとおっしゃってましたけど清宮選手はそのあたりどうですか、どう思いますか。すいません、もう一回いいですか。武藤さんが先ほどその清宮さんに解釈されるつもりはないというふうにおっしゃってたんですけど、はい、そこに関してはどう思いますか。すいません、解釈っていうのがどういうあれなのか、すいません、とどめを刺すというか最後の、はい、最後の、なんていうんですかね、はい、まあ、引導を渡すという引導を渡すというか、はいはい、いやもうやっぱ日本武道館っていう本当にこの大きな本当に大きな会場でもう武藤さんと本当に最後のこれがシングルマッチなので自分は絶対この先に進みたいと思ってます。ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますか。大丈夫ですね。はい、では質問は以上となります。それではフォトセッションに移ります。両選手の前の方へお願いいたします。はい、よろしいですか。ありがとうございました。では両選手お下がりください。